花フェスタ記念公園は、岐阜県蟹市にある公園。2014年現在、約7000種3万株のバラが植えられ、世界最大級のバラ園である。ジョセフィーヌのバラ園、ローンガーデン観賞用芝不良川の並木は、金木製、奥の建物は、バラのベルベデーレバナのミュージアム園内は、以下の3つの区域に分かれている。 西ゲート付近と北西部のバラの庭園が中心の区域。バラのテーマガーデン以下17のテーマにより構成されるバラ中心の庭園。展示品種の多彩さのみならず、庭園設計、演出、展示方法も多種に及ぶ。香りの庭から香り豊かなバラを集めた庭。青いバラの庭から不可能の代名詞ともなった青いバラ。より青い花を求めて、 世界各地で激しい品種改良競争が行われる、中作出された品種を中心に紫系のバラが植栽されている。スターリングシルバー、ブルームーン、ブルーバユー、シャルルドゴール、ブルーヘブンなど、アンネのバラエグアンネのバラとアンネフランクの銅像がある。ローンガーデン直線と円の成形式庭園で面積が広い。ニューローズガーデン新種のバラがいち早く干渉できる。 フレンドシップガーデン友好関係にある英国王立バラ協会との提携を記念して作られた庭園。フォーマルガーデン水路でできた正方形の迷路をバラの植栽が取り囲み、外周をバラの回廊が同心円状に取り囲む巨大な庭園。育種家のバラ園、デビッド・オースチン、名案、コルデス、京成バラ園芸などバラの園芸品種を多数作出した育種家。 企業ごとに植栽、紹介している。オールドローズのバラ園、オールドローズを鑑賞できる。コンテストガーデン岐阜国際ローズコンテストの会場。ロイヤルローズガーデン日本の皇族やイギリス王室の、他、世界各国の王族にちなんで名付けられたバラを植栽。プリンセス・ミチコ、プリンセス・オブ・ウェールズ、クイーン・エリザベス、マサコ、プリンセス・ド・モナコなど。 ジョセフィーヌのバラ園ナポレオンの記載で熱心なバラ収集家であったジョセフィーヌの好んだ品種の庭園。原種のバラとウルドローズ、鶴バラで構成されアーチ仕立てのバラのトンネルが続く庭園である。ホワイトローズガーデンから白いバラと草花をアレンジした庭園。テラスガーデンイタリアのテラス庭園の手法を用いたバラ園。ローズカスケードガーデンバラを階段状に植栽した庭園。 モロッコロイヤルローズガーデンモロッコ王国から寄贈されたバラの庭。水とバラの庭日本庭園とバラを融合させた庭園。花のミュージアムバラがメインの花に関する体験学習施設。常設展示や映像のほか、園内のバラや他の花の情報検索、関連書籍や雑誌閲覧施設がある。バラのベルベデーレバラのテーマガーデンを見渡せる展望デッキである。 トンネルギャラリーを経由して花の地球館につながっている。バラのベルブデーレから見たフォーマルガーデンの眺望を表示するには右の表示をクリックしてください。バラのベルブデーレから見たフォーマルガーデンの眺望世界のバラ園世界各国のバラが品種の作出国別に分けて展示されているほか、原種の谷、オールドローズの処刑、ポリアンサの迷路などからなる。 その他北部の東西に広がる広場やホールでイベントが行われる区域。東ゲート付近から花の地球館周辺にかけての年間を通じて様々な花や樹木が見られる区域。ありがとうございます。